ンポン。やばいやばいね、聞いて。一週間前から変なことが起こってるんです。ちょっと聞いてください。最初に言っておきますが、私は妄想癖でも病気でも何でもないです。笑わないで聞いてください。ガチです。本当にガチです。最近、猫の忍者に狙われてます。待って待って、本当なんです。終わらないで。本当に狙われてるんですよ、猫の忍者に。いや、そんなんあるわけないやろ。ボケも大概にせえよ。うわ、なんかいる。教師、ハーハーしてんじゃねえよ。不審者じゃねえか。あれは違います。違うって、猫よりよっぽど問題だろうが。はは。黒板タウン。お前やべえ壁のやつだったわ。黒板に浴場する歴史教師。よし、よしじゃねえだろ、問題だろうがよ。またなんかいるって、あれ、なんか可愛い。あれはプリティことの葉です。何それ、最近住み着きましたよ。野良猫じゃねえんだから。ねえお姉ちゃん、この女の子、腕が見つかんないんだけど、顔だけ二人で多いな。適当にくっつけるか。ビジュアルからは想定できないほどの物騒さ。シュッと退場。あ、忍者おるで、あいつやろ。あ、違います。あれは忍者コスプレ好きの山田さんです。コスプレイヤー？そこの娘、今拙者のことバカにしたでござ。拙者は本物の忍者になるため、厳しい修行を乗り越えてきたござ。ロビちょっとうぜえな。見よ、隠れ身の術。まさか俺の術を見破るとは。貴様、まさかあのシャリンガンを。なんだよバカな。忍者といえば、息を潜め、天井に張り付き、ターゲットを仕留める闇の暗殺者。じゃあ今から、天井に張り付くほどの身体能力で身を隠すので、一旦出ていただいてもよろしいですか。もう隠れる先言ってるじゃんお前。まあ、いいけど。あ、ダッツゴザゴザ。ロビーうぜえな、さっきからこいつ。そろそろええかな。おーい、入るで。さて、うまく天井に張り付けてるのか。どこ張り付いてんねん。はは、天井に張り付くと思ったか。裏をついたんだよ、バカが。裏を書いてクソ目立つ場所に張り付いてんじゃねえよ、ボケ。貴様、私の黒板ちゃんに何をしてる。何やつ、甲賀のものか。歴史上司です。うわぁ。地獄や、猫忍者いませんね。肝心の猫忍者よりもやべえやつしかいねえってどういうことだよ。なんでここはこんな変な奴らがいっぱいおるんや。それは、水35リッター、炭素20キログラム、アンモニア4リッター、石灰1.5キログラム。ごめん、キログラム。